おはようございます。今日は4月16日です。まあ時間にして5時10分ぐらいなんですけども、もうすぐチャートの方はね動かなくなりますが、来週のためにちょっとね今週の復習をしていこうかと思うんですよ。で、今私たちが置かれている状況っていうのは右肩上がりのトレンドなんですけども、だんだんねその勢いっていうのが縮まってきて、115円から120円、120円から125円、ちょっと待ってください。もう一回言います。115円から120円。120円から125円までに来る波、その動きよりもちょっとね、抑えられてきてるんですよ。ですんで、今までのペースで126円から130円にパッと向かうってことにはならないと思いますよね。まあですんで、この円高とかね、円安っていうのは、勢いよく始まってもだんだん衰えていって、またね、全体的な長期足っていうのが緩やかに戻っていくんですよね。そしてまた大きくボーンとブレイクアウトすることもあるんですけども、今回はですね、急速に伸びていったのがだんだんその速度を落としていって、確かに125円から126円にね行ったんですけども、そのペース、同じペースで130円に向かうかというと、これはちょっと緩やかになるんではないかなと思います。まあですので、以前みたいに115円の時にこれから120円に行きますよとかね、120円に達した瞬間に125円だっていうふうな言い方はちょっとできないかなと思ってるんですよね。その中でも今回は、4月16日にね、これから18日から始まる週には、レンジをもう一回形成するんではないかなと思いますんで、お話していこうと思います。こちらです。はい、実はこれ15日、昨日のね、私の、まあエントリーはしてないんですけども、通常でしたらエントリーを特にやめている時間なんですよ。で、私の取引ってのは18時には大体全てのポジションを外しちゃいますんでね。で、その後の動きになりますが、伸びていったね、このブレイクアウトをとりあえずここでしたわけなんですよね、ブレイクアウトは何回かロスカットを食らった後だったんですけどね、例えばここでロスカットを食らいまして、ここでもロスカットを食らっちゃったんですよ。で、ここではさすがに126円になってからエントリーしましたんで、エントリーしたのはねこの辺りだったと思いますけども、エントリーしてロスカットを設定したので、達せずにロスカットに引っかからずにうまいことを上昇波動を持ってくれたということになります。もちろん今回は実際の金額を入れて私はエントリーしてませんので、まあデモトレードなんですけどもね、今回に限っては、でもやっぱりエントリーしといても良かったかなと思いますね。結果なんですけども、126円の675には達してますからね、ここへね。だから予測は合っていたけども慎重になった。だから金曜日って私ね、よっぽど調子に乗ってないとエントリーしないんですよ、金曜日はね。まあ、ですんで今回は実際の利益にはなってませんけども、でも解説は合っていましたんで、私の解説通りにやった方は皆さん利益だと思いますよ。まあなんせね、2回のロスカットを食らった後なんで、私もちょっと慎重になりました。あれ、丸になっちゃったか。はい。こことね、ここのロスカットを食らった後で、金曜日になったんで、まあ解説予測はしたけども、無理に今日はしなくてもいいか。来週からしっかりやろうと思ったんですよ。その理由がレンジに入ると思ったんですよね。そのレンジの幅が、この辺りのレンジなのか、それとも新たに設定するレンジなのかってことなんですよ。はい。それで今回は新たにレンジを設定することにしました。はい。じゃあちょっと画面を切り替えて、今の時間をと見ていきますね。現在、4月16日の朝5時10分ですけども、このチャートで今度レンジを見せるとしたらどこになると思います?まずはですね、126円に達した瞬間に、ヒゲを出して巻き戻ったここです。上底として設定できるのはこのポイントだというふうに私は決めております。で、仮定です。仮定なんですけど、どこだと思います？それはですね、前回高値でヒゲを引っ込めたここですね。ね、これがズバーンとブレイクアウトするかなと思ったら、多くの方の決済によって下がっていったここのポイントね、このヒゲの先っぽと、おそらくですけども、おそらくですね、この辺りが支点になってると思うんですよ。支える点ですよね。ですんで、この2つをなんとなく見ていくと、このポイントで引けるんではないかなと思います。ですんで、今回のレンジってのは非常に狭いんで、まあブレイクアウトを狙うのはできるんですけども、レンジ戦略は取れません。レンジオプションってやつはね、レンジオプションってのは、まあ、繰り返し説明しますけども、この間の中で取引することです。前回もお話しましたけども、ここに来たら、バイ。
ここに来たらセルっていう風に決めるのがレンジ戦略です。でも今回はそうならないと思います。レンジ戦略は取りません。ブレイクアウトです。でブレイクアウトの金額だけちょっとね今週末決めておきます。上手が126の675ね、ここが上です。上手がここで下手が126円の230。こんな感じですね。今のところこう決めて今週はちょっと始末をつけておこうかと思います。じゃあこれ保存しておきます。はい、とりあえずね今週はこんなところで相場解説全部終わりです。次はですね18日から始まる週ですから18日の朝またね相場を開けた時に、週足で日足4時間1時間と一通り見た後で今回のレンジを調整するのかそれとも別の戦法を取るのかまた改めて考えていこうと思います。今日はね1週間をまとめて来週へのちょっとした展望をお話ししましたけども皆さんいかがだったでしょうか。それでは来週もよろしくお願いします。今週もお疲れ様でした。はい、土日なんで相場解説ちょっと今はね相場が動いてないんですけども金曜日の相場解説で、2つのねエントリーポイントとなんかロスカット食らっちゃったよって放送を追加でしましたけどもその後です。エントリーしてロスカットを食らってっていう流れがありましたけどもここね前回の動画見ていただきたいんですけどもその後もう一回エントリーポイントを今度はこちらに設定しましたよね。こちらに設定した後伸びていった上昇波動がこのロスカットラインに引っかからずにねおかげさまで今ここに浮いてる状態です。120円の356ですよね。だこれが125円に行くところまでこのまま維持していこうかと思いますね。まあゼロライン設定はせずにこのまんましばらくまあ放置でいいんじゃないかなっていうところです。まあこれを前提に週明けを狙っていこうかなっていうところですね今回は。だから前回ロスカットを食らって改めてエントリーポイント設定しましたけどもこういう風にするとだんだんエントリーポイントが正確になってくるでしょってことですね。だからロスカット食らったからあとは次の、エントリーポイントを設定せずに待っているのではなくってこれ125円から130円までっていう風に他の時間軸や他の材料で目算立てたわけですからやっぱり1トライ2トライ3トライぐらいするぐらいのね余力を持っていきたいですよね。まあそのためのリスクリワードでありロスカットライン設定ですからね。はい、じゃあ以上でございます。月曜日またお会いしましょう。おはようございます。今日は4月11日月曜日になりました。相場解説は5時でお届けしようかと思います。週が変わりましたんで週足から見ているところなんですが今週足どうですか。とてつもない急転直下って言葉がありますけどもまあ急上昇してですねここに至ります。ぐーんと上の方に一直線に上がってるような感じですよね。まあそれまでもずっとですね政権が変わってから右肩上がりではあるんですよ。こういうふうにねずいぶんずいぶんもう円安の方向にぐーっと行きました。でロシアウクライナに入ると一瞬ねファンダメンタルの揉み合いはあったんですけどもズバンと突き抜けて円安に急拡大しました。これ114円台の時に120円の方に行くよということを話して120円になりました。120円の時には125円まで行きますよということを話しましてそこが一旦行動の限界点になったわけですよね。そこから今度再突入して新展開に入りまして今度は125円を超えるような、ね、130円に向かうということで私の方はずっとお話しさせてもらってます。それがこの図に現れているところなんですけどもね。まあ、このチャートから130円を読み取れるかどうかってことになります。まあ、逆に言うと115円は読み取れないですねもうね、うん、でも115円を目指していた時代もあったわけですよこういうところとかね。まあ、ですので長い展望で相場を見ていくことがだいたいこういった相場解説の基礎になることはもう皆さんもう十分受け取っていただいてるんではなかろうかと思います。そのための週に1回の週足を見ております。月に1回は月足を見ますけどもね。じゃあデイリーの方に移していきます。これが日足ですけども、まあ、N 字を書いて上に抜けるっていう図がもうありありと見えて取れるかなと思います。ただ用心しないといけないのはここにヒゲが出てますから
ポイントが2つになるわけですよ。1つはですね、124円を超えれるかどうか、もう一つはヒゲ先125円を超えれるかどうか。この辺は先週しっかりとお話しましたんで、もう説明はいらないと思いますが、現在124円は突破しました。ですんで今週は125円を突破できるのかどうか、ヒゲ先をどういうふうに攻略していくのかってところに注目することになります。そうしたら125円を攻略してクリアしたら N が完全完成で125円から130円の方向に向かうってことが言えるわけなんですよね。ここまでが大筋の仮説になります。じゃあ4時間の方にチャートを移していきます。4時間になるとちょっと時間が緩やかなんですけども、ちょっと振り返りますよ。高値圏でヘッド&ショルダーが今回出てないわけですよ。ヘッド&ショルダーが否定されたってことは、ヘッド&ショルダーは下にグッとね、ネックラインを越えて向かうフォーメーションのことですから、これがないってことは上昇なんですよね。でそれをお話したところ、やっぱり上昇に向かってるでしょ。でレンジを描きながらこのレンジも突破しましたということで、この125円のあたりを超えることがこれから見えるわけなんですよね。上昇トレンドをこう書いてますからね。押し目作って上、押し目作って上、上っていうのが、それから力点ポイントがここにありますんで、さあ自動的にゾーンが引かれましたよね。ゾーンっていうのはここのことですよ。はい、黄色でなぞります。塗りつぶします。はい、ゾーンね。このゾーンをどのようにこれから攻略していくのかが見ものでございます。はい、じゃあ1時間で今日は解説終わっていきます。はい、1時間を今ご覧いただいているところなんですけども、前回引いたこの上底過程に挟まれたレンジを超えてですね、一旦はちょっとレンジの方戻っちゃったんで、ロスカット食らったのは先週追加放送お話した通りですけども、再度エントリーポイントをこちらに設け直してですね、そこを突破しましたよってことになると、今度はここを割らなくなってきたんですよ。まあ、ですんでね、今124円の279で止まってますけども、相場がしばらくして再開しますんでね、今日も。そうするとこれが125円を突破する方向に向かっていけば、シナリオ通りがさらにシナリオ通りになります。今のところはシナリオ通りなんですけどもね、一回ロスカットは食らいましたけども、このロスカットに食らったっていうのも一つのシナリオですからね。では目算通り124円を突破しましたんで、125円の突破に至るかどうかを今日見ていきましょうということになります。で今日はちょっとね、おまけでお話したいことがあります。こちらです。あ、しまった。こちらですね、ちょっと見えますか。 FX って書いてるでしょ。FX の勝ち方なんですけども、基礎用語とテクニカルを覚えればほぼ稼げます。私もね、基礎用語とテクニカルをお話してるだけなんですよ。日々出てくるチャートにですね、テクニカルを当てはめていってるだけなんですよ。テクニカルが当てはまらない時ってのはやってないでしょ。この前顕著だったのは、ファンダメンタルが激しくなるからっていうので、開戦当時2月の24日ぐらいでしたかね、これから戦争が始まりますよ、始まりましたよって時には、ファンダメンタルでズタズタになるんで、テクニカル派の私はもう出る場所がありませんって言って、1週間の休場宣言したと思うんですよ。で、結果的に2週間休場になりましたけどもね、2週間半ほど休むようになりましたけども、その間もずっと放送を続けていく中で、ファンダメンタルも積み重ねればテクニカルになるっていう考え方もお話しましたよね。で、テクニカルが効くようになってから再参加して、今の成績に至るわけですよ。で、稼げる理由っていうのは単純なんですよ。ここに赤で書いてますけども、ほとんどの人がね、基礎用語を覚えようとしないんですよ。基礎用語を全然ね、身についてない状態でエントリーしちゃうんですよ。であとね、テクニカル身につけてないんですよ。テクニカルを身につけてないのにトレードに参加してくるんですよ。このいずれかの人って負けますからね、絶対に。でその人の負け戦を私はいただいてるだけなんですよ。だから知識とか情報とか経験の差にもう本当に明暗が分かれてるんですよね。だからもう本当に私ね、ちょっと FX の会話をすると、あ、この人勝ってない人だなってのすぐ分かりますし、例えば FX のね、塾とかなんとかあるでしょ、あ、この人はダメだなってのね、別にトレードの話しなくても分かりますよ。そのぐらい、なんて言いますかね、この FX の世界って利益を出てる人と利益の出せない人ってはっきり分かれちゃうんですよ。ですんでね、逆に言うと基礎用語を覚えてテクニカル身につけるだけなんで、こんな簡単でしょ。複雑なこといらないし、重いもの持たなくていいわけですよ。簡単ですよ、本当に。この2つさえやればいいんで。
それこそ YouTuber なんて動画撮ってりゃいいんで、簡単ですよ。うん、でも、退場していくんですよね。はい。で、明日のことなんですけども、4月の12日、21時から、ライブ放送でね、FX のことをお話しします。対談なんですけども、そのお相手が、新潟で FX の講師をしてくださってる舞姫大学の舞姫さんです。まあ、どんな話をするのかね、ちょっとこう、打ち合わせはないんですけども、うん、ただまあ、私もね、いろいろな、FX のお話をさせていただいて、その中で、疑問質問が生まれればそれに答えていくって形を取っていこうと思います。まあ、主にはね、FX でどうやって勝つかってお話、これは私散々できますんで、実のなる1時間になると思います。ぜひお越しください。それでは、ありがとうございました。おはようございます。FX の相場解説の緊急でですね、追加を流させてもらいますね。現在の時間は9時37分です。日付にして2022年4月11日になってますけども、早朝の相場解説からしばらく経ってですね、まずは6時の相場スタートの今画面を見ていただいてます。先週に引き続いて、まあこれから上昇傾向にあるのかなという相場の中で、今朝はいきなりですね、窓を開けてスタートしたじゃないですか。で、ポジションを持っていた私としては、まあ、ロスカット、二度目のロスカットを食らったわけなんですけども、ただね、窓ができたってことは、あの理屈が通用するんですよ。まあ、そうなんですよ。窓埋めですよね。これは正確に言うとね、テクニカルの中にはないんですけども、ほぼ迷信みたいな感じなんですけども、こうやってね、窓ができる相場っていうのは、特に土日とかを挟むと起きやすいんですよ。この窓ね。通常、チャートっていうのは、連続した形になってね、存在するんですけども、これ窓って言って、ここ開いてるでしょ？この窓が開いた後って、急速にこの窓が埋まっていく。つまりは、陽線がズバーッと上に伸びることが多いんですよ。ただこれね、なんでそうなるのかってよくわからないんで、私はテクニカルの中に入れてないんですよ。まあですんで今回、じゃあ窓埋めるからっていうんで、ここでエントリーねってことにはなりません。もちろんエントリーされる方も多いんですけども、まあこれはちょっと迷信みたいなもんなんでね、私はね、よくよくこれを経験していながらも、うん、放送ではここでエントリーしましょうということはないんですよ。じゃあちょっとね、6時から時間をずらして、これがどうなったのか、次の時間軸を見てみますね。はい、7時半、1時間半経って、あれ、一気に窓埋めになりました。あ、エントリーしとけばよかったなと思うところなんですけども、まあでもね、振り返ってばかりはいられません。やっぱり、いつもの迷信通り窓埋めが起きたってことは、今ね、先週末の水準にもう回復したってことなんですよ。まあ、そうなんですよね。先週末は、124円の2300あたりで終わったんですけども、週が明けてみたら、こういうふうに124円ギリギリで窓を開けてスタートになったでしょ。要するに土日でだいぶ円高が進んで、このチャート図で見ると、叩き落とされたような感じになってるんですよね。まあだから、結果論としては、その時に、ですから先ほどの6時の段階で、倍でエントリーしとけばよかったねってことになりますけども、私の場合は迷信だと思うので、テクニカルに含めてないので、エントリーをお勧めすることはありません。でも結果的にこうやって、窓埋めが成功しましたよね。で、こっから見るのは、あ、先週末の水準に回復したなと。じゃあ、こっからスタートだよねって考えればいいんですよ。全体の相場感っていうのは右肩上がりですから、まさに右肩上がりに思うように進んでるってことが確認できるでしょ。で、さらに時間を進めていきますよ。はい、じゃあ9時です。さらに1時間半です。ここでですね、新しいエントリーポイントの設定をしようかなと考えていくわけなんですよ。で、上昇トレンドがもう確認できましたよね。今、上昇トレンド、3本の陽線が出た後で、今確定はしてないんですけども、陰線がちらほらしてるところです。で、これが9時ですよね。30分ほど経ったらね、これがどうなってるのかよくわかりますよ。はい、9時半になりました。全部陽線で確定しましたね。ということでね、上昇トレンドは窓埋めも込みで、もう1時間でも起きてるってことなんですよ。週足、1時間足、4時間足で右肩上がりでしょ？で、1時間足も右肩上がりができましたんで、じゃあ堂々とこっからエントリーすればいいと思いますけども、度胸も資金もない方は、124円の575、ここを超えたらエントリーでもよろしいかと思いますよ。ね。もしくは、もっと資金のない方は、125円を超えたらエントリーで、倍で行ってもいいんじゃないですかね。ということで、エントリーポイントの設定は以上です。追加放送以上でございます。
おはようございます。速稼塾の久保です。4月12日火曜日なんですけども、先週に引き続いてですね、月曜日かなり多くのドラマがありました。ちょっと今回の動画長めになりますけども、講義を前半で、後半に、まあ、相場解説をこちらからお送りいたします。まずは講義になりますけども、昨日ですよね、12時お昼正午の時点でヒゲが出てますので、こちらの方ちょっと復習を込みでお話していこうかと思います。まず一つ目のヒゲが出ている点なんですけども、ここです。このヒゲの意味わかりますかね。このヒゲっていうのは、早い方で上級者の方、この辺から仕込んだ人、中級者の方でこの辺で仕込めた人で、初心者の方でこの辺で仕込めた方というふうに、いつものように3種類に分かれますけども、もちろん上級者の方っていうのは数が少ないですから、その分ロットが大きいんですよね。で、その方のロットが決済されたのがここに出てるわけですよ。で、中級編の方ですよね。ここで入られた方、こちらの方っていうのは、ここでは何をしてるかっていうと、ヒゲが出た後に決済してます。ヒゲが出てるのを確認して決済してますので、どちらかというとこちらの陰線の方に決済の証拠が出てるってことになりますよね。で、初心者の方っていうのは、実はね、ポジションが解消できずに、まだ、ここに留まってる状態で、それでもう一回、値段が上がらないかな、ヒゲの方まで戻っていかないかな、っていうふうに、うろうろしてる状態なんですよね。まあでも、含み益は出てると思います。こういうふうに3種類に分かれます。まあ、この図だけでそういうふうな解釈が成り立つかどうかっていうのが問われてるわけなんですよね。そしてもう一つ、上級者の方なんですけども、戻しますね。上級者の方はですね、このヒゲで決済したのと同時に、次の時間軸ではすでにですね、売りを立てているんですよ。ね、売りを立てているところで、その売りがたくさん溜まっているんで、土日を含めて、ここで大きなんですね。窓を開けて、ここからのスタートになってます。で、上級者の方で、ここでエントリーした方は、ここで利確をしますから、その勢いがあってですね、窓埋めに入るんですよ。だから窓の解釈っていうのは以上で成り立つわけなんですけども、窓が出た後はね、常にこの形になってますので、今回の講義、ちょっとね、永久保存版にしておいてください。その後、窓が埋まったことを確認して、ぼちぼちとチャートを見始めた中級者の方が、買いでエントリーしていきます。つまり、中級者の方は上級者の方がどう動くかを見て、エントリー、決済を決めているんで、どうしてもね、ワンテンポ、ツーテンポ遅れるんですよ。で、中級者の方が大きな流れを作ったのを見て、初心者の方が一番最後に、少ないリスクで少ない利益を求めて入っていくんですよね。これはでも初級者の方っていうのは誰もが通る道なんで、これはこれでいいと思うんですよ。そしてその初級者の方が辞めずにずっとこの現象を捉えていくと、中級者に入っていって、そのあたりではもうね、すでに生活費が稼げるようになってますので、あとは上級者に向かうだけってことになります。ここまでで大体1年から3年かかると言われてますけども、大体ね、FX で退場する方って最初の半年で4割ぐらい退場して、で、7割ぐらいが1年で退場するんですよ。ですんで、私が今お話したことにたどり着く人はあんまりいません。私の相場解説をご覧の方っていうのは、速稼塾の塾生さんが、まあ、ほぼ全員だと思いますけども、おそらくですね、数年単位でやろうと覚悟している方ばかりなので、今日に至るまで FX をされている方は大体もう利益が出てるんじゃないですか。今年に入って利益報告かなりいただいてますんで、まあ累計で100件以上の利益報告いただいてますよ、FX につきました。たまに紹介することがあると思いますけども、昨日いただいたメールでは、1日で20万以上の利益を取りましたってことをね、言ってくださる方がいて、この方はね、昨年の年末に参加してくださった方なんですよね、速稼塾に。うん、FX の相場解説が役に立って本当に良かったなと思いまして、動画でね、返信メールを送らせていただきましたけども。合わせて一般公開動画で、皆さんへのメールも送らせてもらったっていうことになります。じゃあ今回のこの講義は復習終わりということで、ヒゲの意味ね、よく捉えておいてください。ヒゲはちょっとね、実態に比べると難しい考え方になりますので、実態が解釈できてない方は今回のヒゲの意味っていうのは、まあ、今回ね、よくわかんなくてもしょうがないと思います。次のシートいきます。じゃあ講義の二つ目になります。はい。125円を突破しましたって書いてますよね。これが昨日の15時の時点なんですけども、上級者の方っていうのは、ここで売りを決済したのと同時に、ここで入った売りを決済したのと同時に、すでにもう買いを入れてるわけなんですよね。その買いを見て中級者の方が参加して、最終的に初心者の方がこのヒゲのところでエントリーしてくるっていう流れは、前回の講義でお話しました。
先ほどまでの講義でね。で、こっからぐーっと伸びてきたときに、じゃあ誰がこの決済をしたのかってことなんですよね。これは、当然ですけども、125円を意識していた、この上級者の方とか中級者の方が、まあ揃って決済したんで、ヒゲを出さずに、こういう風な形になってるんですよね。で、同時にこれでね、ここで売りで入ってる人はあんまりいません。で、売りも同時に、上級者の方が売り、あ、何?買いの決済と同時に売りを入れちゃうと、ここみたいにね、ヒゲが出ちゃうんですよ。まあ出ないこともありますけどね、ヒゲが出ちゃうんですよね。でも今回は、押し目を睨んで、そんなに深い幅で下に降りていかないだろうってことを考えたんでしょうね、きっと。うん、で、そういう方は、買いの決済はしたんだけども、売りのエントリーはしてないんですよ。むしろもう一回買いで入れるような押し目を待ってる状態だと思います。それがこのチャートに現れてるわけなんですよ。わかりますかね ?125 円っていうのは、多くの方が随分前から意識してたポイントですよ。だから、今回の意味合いっていうのはちょっと変わるってことです。で、今お話してるのは実体の話になりますので、実体の意味の方が先ほどのヒゲよりもちょっと簡単になります。ヒゲってのは往々にして、ここのようにね、買いを決済した、買いのポジションを決済したのと同時に、大きく売りに入ることを見込んで、売りの決済も同時に入れちゃうからヒゲが出るんですよ。で、急速に逆回転が起きるわけですからね。で、まんまとまだまで出ちゃったわけですよね。うん、そういうふうに解釈すればいいと思います。ただこれが事前になかなかわからないんですよ。私も自信がないので、先週末にはお話しましたけどもね。ただ心の中にはその手もあるかなと思って、捉えてはいました。ですので今回こうやって解説するんですけどね。はい、125円突破しましたね。じゃあ次行きましょう。じゃあ次はね、ちょっとね、時間軸を変えてデイリーを見ますよ。デイリーなんですけども、昨日の18時の時点で上昇トレンドが継続したことを確認することができるのが日足なんですよ。というのが、ここのポイントをブレイクしてですね、大きく上に抜けていったのはもう周知の事実ですけども、ここで125円にタッチした後、急速に逆回転して、これはだから前回お話したように、買いを決済した上級者の方がそのまま売りも入れてるんですよ。で、売りをここで決済してるんですよね。だからダブルパンチで儲けてるってわけなんですよ。さすが上級者でしょ?で、ここで決済して、さらに買いを入れてきてる。押し目ってのもちょうど意識しますから。だから往復ビンタで取って、ここに登っていって、で、ここを超えたわけですよ。ヒゲのゾーンを。だから上昇トレンドが継続しましたよって形が見えるわけなんですよ。で、この図でここまで解説できる方いますかね?解説できたら、もう十分、勝ち金が年間1000万のレベルですよって話ですよね。まあ私もまだまだですけどね、1000万ぐらいで浮かれてはいませんけども。じゃあ次です。はい、これがね、今朝12日の朝4時です。今が5時ですから、1時間前ですよね。上昇トレンドの形がここで確定したよねってことを、ここでおさらいしておきます。ここのポイントを超えてブレイクした後に、N を作って、しっかりと上に上がって、125円カツカツではなくて、125円中盤でしっかりと固定されているところです。N の字も3000と輝いてますよね。まだこの形ができる前から私は N ができるというふうなお話をしていたと思いますけども、納得できたでしょうか。ヒゲの理論も分かった方がいるんじゃないですか。で、ヒゲを出さない場合の上級者の方の資金の動きも分かった方がいるんじゃないですか。売りと買いを同時に入れたのか、それとも決済だけしたのかってところですよね。はい。それでは、ここから本日の相場解説になります。時間にして5時です。これが日足なんですけども、先ほどお話したように、上昇トレンドの継続がここで確認できます。もうすでに、ヒゲ先も抜けてますので、125円はクリアして、ここから130円に向かうと思っていいでしょう。ただすぐに130円にスッと向かうかどうか、ちょっとね、慎重にならざるを得ません。今週中に130円に行くっていう予測はちょっと立てにくいですね。ただ、上昇トレンドになりましたんで、もしエントリーするんだったら、買いしかありません。それを前提に4時間見ていきます。4時間なんですけども、こういう風な形になってますね。こういう風な形ってどういうことかっていうと、もう一回確認しますよ。ヘッド&ショルダーが、ちょっと壊れちゃいます。不成立。で、下に下がりませんでした。ということは、ここからは上がっていくってことなんですけども、そうなってるでしょ?ヘッド&ショルダーの頭も超えたでしょ?髭先も超えてますよね。だから、これは上昇トレンド、新しい展開ですよってことです。1日足と、それから4時間足が上昇トレンドに入ってます。右肩上がりです。じゃあ1時間見てみますよ。
はい、1時間も右肩上がりですね。ということは、エントリーするのは仮しかないってことなんですよ。ただし、ちょっと気になるところがあります。それは、ここが、ちょっとですね、うにょうにょっとしてるんですよ。ね、横ばいに入ろうとしてます。でも、ここのように横ばいに入るかどうかわかんないときに、しっかりとね、上に目指してってところがあると思います。この二つの丸って、形が似てるんですけど、意味合いが全く違います。どんな意味合いが違うかっていうと、ヒゲなんですよね。ここはなんで赤いところにヒゲが出てるかっていうと、この辺りで仕込んだ方が、ここで決済するのと同時に売りも入れてるんですよ。だから窓まで上げてズバッと極端に下がったんですよね。そしてもう一つ違う点は、土日を挟んでるよっていう点なんですよ。窓ができやすいんですよ。そっから昨日一日かけて一方的に上に上がってきましたけども、通常でしたらね、気持ちよくどんどん上に上がればいいんですけども、ここにヒゲも出していない。だから、売りのエントリーがあんまり入ってないんですよ。それとは対照的に、今度ね、ここに下ヒゲが出てるんですよ。だから上昇の勢いはあるんですけども、残念ながら、ここでですね、止まっちゃってるんですよね。そればかりが緩やかに下に下がってるんですよ。だから横ばいに入るんじゃないかなっていう判断ができるんですよね。意味わかんないですかね。いや、意味わかんなければ、ちょっとね、もうちょっと修行した方がいいですね。もう今日はここまでね、講義を積み重ねてきて、ここが今日クライマックスですから。なんでここで横ばいに入るのかってことは、ここまでで説明したことが理解していないとわかりません。じゃあ今日はそろそろ終わっていこうかと思いますけども、今後どうなるかってこと、今日火曜日ですけども、今日はねエントリーするならバイなんですけども、私は様子を見ようかと思います。通常は火曜日にエントリーするんですけども、今日はちょっと様子を見ようかと思いますよね。ちょっと横ばいに入る可能性があるんですよ。ですんで125円の間はちょっとエントリーしないでおこうかなと思います。125円を抜けるか抜けないかぐらいですね。具体的に言うと125円の910もしくは126円、このあたりを超えて上昇したらそっからエントリーしようかと思いますね。それまではちょっと休憩します。ずいぶん調子よく行きましたし、土日も十分ね、大きな利益を出してクリアしましたんで、ちょっとここで一息ついてブレイクタイムに私は入ろうと思います。水曜日木曜日に一発、ちょっと大きめのエントリーをして、金曜日に決済っていう、そんなね、今週一週間にしようかと思いますけどもね。もうすでに金曜日のところまでね、見えているってことなんですけども。まあ、その動きを見て、130円まで、どのぐらいの期間で行くかっていうペースをつかもうかと思います。すべてはテクニカルで起きてますので、どんな画面からも説明がつくんですよ。で、私の説明がつかない部分っていうのは、おそらく、もうね、年収が数千万から億を超える人の考え方だと思いますので、とてもじゃないけど、そこまで私勉強しようと思いません。もう私はね、年間で1000万前後うろうろしてればもういいんでね。ですので、もっと高いレベルをお目指しの方は、私の動画ではない、もうちょっとレベルの高い動画なり、コンサルを受けるといいと思いますけども、なかなかそういう方って見つかんないんですよね。はい、どうもありがとうございました。以上でございます。本日も頑張っていきましょう。もしエントリーするなら倍しかありませんけども、横ばいに入りそうなんで、私は一日様子を見ます。以上です。おはようございます。速稼塾の久保です。まあ、ずーっと上昇トレンドで来ていたドル円チャートなんですけども、昨日横ばいになるかなと思ったら横ばいになりましたね。昨日はエントリー私しませんよって言ったら、まあ、エントリーしないのが正解でしたね。まあでも、昨日もしエントリーされた方がいるとしたら、まあ、ロスカットなり、今塩漬け状態になってると思うんですけども、まあ、そういうこともありますんでね。今まで順調に行ってましたから、やっぱりこう、順調に行きすぎると、ちょっと足元を見失うんで、冷静になるために、あえてね、休みを作るっていうのも、まあなかなか、使える方法じゃないかなと思います。まあ、お話したように、昨日はですね、125円、これを脱しない限りは130円に向かわないかなっていうことと、まあこの辺でね、調整がかなり入ってくるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。まあ、その辺も合わせて今日は解説していこうと思います。それでは、昨日の画像からどうぞ。これが4月12日、昨日の13時なんですけども、朝の相場解説でお話した通り、まあ横ばいになっていたかなっていうところですよね。まあ順調にどん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 上に伸びるというよりも、125円の中盤ぐらいで横に入っちゃったかなってところが見て取れます。で、もう一枚の画像をお見せしますけども、これ昨日の22時なんですけども、大きく下に下がりました。昨日はね、FX の対談をしてるとこだったんですけども、あ、やっぱり下がってきたかってとこだったんですよね。気になるのは、このヒゲが一本出てるとこですね。長いのが。そこに合わせるように、
まあ、こちらの方まで落ちていって125円をちょっとねカツカツ切ったところで止まっております。まあこんなもんでしょうね。昨日はだからね横ばいのボックスを作ったところで、まあそれからブレイクをどっちにするかっていうところなんですよ。大筋ではまあ全ての時間軸で右肩上がりなので倍でも間違いないと思いますけども、改めて今日からね仕切り直して木金でもう一発ぐらいやっていくっていうふうなね当初の予想でよかったんじゃないかなと思います。今週はだからちょっと変則的ですね。あの火曜日にエントリーをしないっていうのは本当あんまりないことなんでね、火曜日に今日はエントリーしませんって宣言に、まあ、感じるところがあっていただければ幸いでございます。じゃあ改めて今日のリアルタイムチャートを見ていきます。デイリーです。デイリーは相変わらず右肩上がりですね。ぐーんと伸びてきたのがやっぱ押し目を作って新たな局面を描いております。ただこっから横ばいに入ってのブレイクなのかなと、上昇するのはねまあ同じだと思いますけども、テクニカル的に言えばこれは一旦横ばいに入っても倍の方に向かって126円の方に、進めていけるんじゃないかなっていうところでございます。じゃあ次は4時間を見てみましょう。4時間なんですけども、とりあえずここのポイントを超えているのは超えてるんですよ。ところがですよ、ここ超えてはいるんですけど、ところがこの辺りでね、まあ、ちょっと横ばいってこの辺と同じぐらいの横ばい感覚になってるかなってことです。今日はね細かい解説とかしませんけども、あの先日ヒゲの講義をしながら相場解説してましたよね。だから講義をしながら細かく説明するとああいう風になっちゃうんですよ。それと昨日ライブ対談でも再度申し上げましたけども、この相場解説がわからないってことはね、やっぱ2つの理由があって、1つは基本の用語が入っていないんですよ。で基本用語でポン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 行きますんで、ついていけないなと思ったらどの言葉がわからないのかってことを考えてみてください。で2つ目はテクニカル理論で私お話しますんで、簡単にお話しているようですけども、テクニカルがきちんと入っていないと話半分とかになっちゃいますんで、どっかで、私のね相場解説聞いていながら理解が詰まるところがあると思うんですよ。じゃあこの辺がわからないんだけどってことでメールの方をいただければ、そこについて細かく解説しますので、ご遠慮なくご連絡ください。それでは1時間見てみましょうか。はい、1時間を見てみると、先だってお話したようにこの根っこですよね、大きな陽線ができるその根っこのところから、こことここのだいたい似たような水準のところ、ここを囲っていくとまあボックスができるかなってことですね。じゃあこのレンジで、今日から見ていくようにしましょう。ここで見たレンジと同じような感じですよ。同じことの繰り返しをずっとやってますからね。よろしいですかね。まあ、しばらくは125円カツカツの仮定と、あと上底が125円の750なんで、このねボックスの中でやり取りすることもできますよ。これももう何度もお話ししますけども、あえてもう一回だけ説明します。この水準に来たらバイ、この水準に来たらセル、そしてロスカットを食らったら抜けた方向についていくっていうね、速稼塾お決まりのパターンですよね。はい、じゃあ本日はこんな感じでございます。はい、ポンポンポンとお話しするとこうやってね4分ぐらいで終わると思うんですけど、講義付きだとやっぱり長くなるでしょ。これからもたまに講義やっていきますけども、どうしようかな。まあ、当面はこのスタイルでまたやっていきますので、基礎用語とテクニカルの勉強の方はぜひね各自でされてください。まあ、どうしてもこの辺わからないようでしたら、初級編と中級編ということで、基礎用語を初級編、テクニカル理論をこれ中級編の方で、これ有料の販売でね FX のコンテンツ作ってますのでお問い合わせください。それでは失礼します。おはようございます。4月14日朝4時半の相場解説になりますけども、今日はですね昨日の振り返りからお伝えしたいと思います。昨日の相場解説で私はレンジ戦略のお話をしました。そして昨日をレンジ戦略を取って14時半、時間が経った時にまさにレンジ戦略はハマったと言ってもいいと思いますね。ところが今日はですねお話したいのは、よくあるこんな失敗例ということにまとまりますね。今日私はねこの放送ができるのね、ちょっとこう金銭的には損しましたけども、非常にいい機会だなと思っております。ではお話していきます。この黄色い線で囲ったところでレンジを確定したのが昨日の相場解説でした。で下の方に行ったら倍で取れるよってことと、あと
上の方に行ったらセルで撮れるよってことなんですよね。これが青写真ですよ。まずね、青写真でブレイクしたらそっちの方についていけばブレイクアウトが狙えるっていうことで、それもレンジ戦略のうちの一つだよってことでしたね。レンジのこの上底下底の幅を超えるとブレイクが始まるってことはもう皆さんご承知だと思いますけどね。まあこれをもとに14時半によし、レンジ戦略しめしめうまくいったぞと思っていたわけなんですよ。じゃあ次の時間軸見てみます。次はですね、17時です。ブレイクアウトしました、やったと私が北総園だところです。ちなみにその前、こちらの方でもセルの方へのブレイクアウトが始まったと思いましたんで、実はですね、セルを入れていたんですよ。そしたらヒゲを出して急速に内側に戻っちゃったんで、ここでは一旦ね、ロスカットを食らってるんですよね。まあけど今回ブレイクアウトが始まりましたんで取り戻したと思ったんですよ。見てください、これ警戒しなければならないのが、これ上ヒゲをねよく出してるってことなんですよ。まあでもそうは言ってもね、なかなかこう跳ね返って上の方に行ってくれるんじゃないかなと思いましたんで、このまんまゼロライン設定もせずにこのまんまエントリーしてロスカットラインをこの辺りにね設けてバイでエントリーしてました。含み益が出てきたところですね。126円を突破したらそちらの方についていく、こちらの方も申し上げたところです。さあ次なんですよ、問題は。はい、これ14日、つまり今日の朝4時なんですけども、まあ起きたらびっくりですよ。さらにロスカット食らってましたからね。こっちでブレイクアウトするかなと思ったらロスカット食らって、こっちはもう確実にね、こんな強い陽線が出てブレイクアウトなんで、もらったと思ったんですけども、あらららららららということで、結局レンジの中に戻っちゃいました。ということで、昨日はダブルでロスカット食らって、いいことなしでございました。いやー、参りましたね。で、今後どんな戦略を組むかってことなんですよ。はい、どうすると思います？実はね、もう一回バイでブレイクアウトを狙っていきますよ、私は。もうこレンジ戦略に戻ってもいいんですよ。レンジ戦略、この内側のねレンジ戦略に戻ってもいいんですけども、そちらの方は今回もう私は意識しません。とにかくバイでブレイクアウトした時にバイでついていきます。で、今回126円を突破したらということではなくて、もうちょっと慎重に見てですね、126円の、まあ、175を突破したらにしますね。ここです。ここを突破したら、倍の方でついていこうかなと思います。それまでは、十分ね、押し戻しがありますので、場合によっては、レンジを、新しいフェーズ、例えばこの辺に組み直してでもね、この辺に組み直してでも、私は倍でのブレイク、126円を超えたところでの倍でブレイクを意識していこうかと思います。はい、ということで、ダブルでロスカット食らっちゃってね、ちょっとしょぼい、しょんぼりですよ。しょんぼりなんですけども、だからゆえに新しい展開が見えてきましたので、十分取り戻せるかなと思ってます。で、こんな感じで4割負けて6割勝っていくを繰り返していて、リスクリワードは 3.1。だから、負けても、負けたがゆえに利益は大きく取れていくんですよね。負けた反動で強くなっていくって感じですよね。そしてですね、長らくお楽しみいただきました、この私の YouTube、FX 相場解説なんですけども、6年目にしてね、消滅の危機を迎えました。そうなんですよ。YouTube のメインアカウントが、こうなるかもしれません。サドンデス状態です。いつ警告抜きにぶっこ抜かれるかわかりません。で、今までの警告なんですけども、1件目は確かになと思ったんですけども、2件目はよくわかんないんですよ。1件目は確かにね、感染症のことを扱ったんで、ちょっとこう、ダメだったかなというところはあります。2件目はね、何回見直してもどこが分からない、どこがダメなのか分かりません。まあけど YouTube 使わせてもらってる、まあそのね性質上いつ退場を言われてもしょうがないのは前提でやってましたんでね。まあそうなったらまた別の YouTube アカウントプラス有料の動画配信サービス Vimeo などを並行して皆様にはね、その後もお伝えしていこうと思います。ただ YouTube を始めた頃のね、すべての歴史がなくなっちゃうのは非常になんか残念です。保存してませんからね。はい、ということで本日は以上です。でも YouTube には十分稼がせてもらいました。その稼ぎ総額は2億円ぐらいだと思います。チャンネル登録1万人でもね、10年ぐらい運営してると2億円ぐらい稼げるんじゃないかなというところでございます。それでは失礼します。はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日は4月15日、まあ、深夜の2時というね、
まあ、かなりおかしな時間の相場解説になりますけども、今回は相場解説よりも戦略の選択をね、皆さんにしていただこうかなと思いまして、この動画を撮らさせていただいております。まずはですね、この1時間の図からどのように構えていけばいいかってことなんですけども、一つ目をお知らせしますね。一つ目はこのレンジ戦略ですよね。これはまあ速稼塾で私の相場解説をやってると、まあ最もねポピュラーといえばポピュラーな方法なんですけども、このレンジの幅がありますよね。こっからここまで、上底から下底までの幅です。ここがだいたいね70ピップスぐらい開いていると使える技なんですよ。で、今124920から125755なんで、まあ70ピップス以上は、まあ、あるかなっていうところですね。その時に使える技なんですけども、これはねバイとセルを繰り返し取っていくレンジオプションというやつです。具体的に言うと、この辺りに来たらセルを入れて、この辺りに来たらバイを入れるという方法ですよね。ですので、ここからバイで、こっからセルで、で、こっからセルで、こっからバイでしょ。で、こっからセルで、こっからバイというふうに、もうずーっと取れていけるわけですよ。これは、このレンジの幅が、短いとできないんですけどもね、ある程度長いとできるんで、こういうふうに、今往復ビンタということでね、しっかりとずーっとレンジが続く限り取れていけるってやつです。で、二つ目の戦法なんですけども、これは今お話したレンジ戦略と併用することができますが、ブレイクアウトですよね。ブレイクアウトっていうのは、このレンジの幅がありますよね。今度こっち書きますけども。これを、ローソク足が逸脱した時に、そっちの方向についていくってやつです。基本的にブレイクアウトっていうのは、突き抜けたら、ドーンとね、長い流れを作って、トレンドを引いて、またボックスに戻るって形を取りますんで、まあ、期待できるんですけども、こういうふうにね、ヒゲを出してすぐに内側に戻っちゃうこともあるのが玉に傷です。でも高い確率でブレイクアウト成功しますので、結構私が好きな戦法ですよね。レンジからレンジへ向かうその間のトレンドの方向、一方的に取れていけますんで。ところが今回は、昨日もお話した通り、ここでブレイクアウトしたかなと思ったらね、戻っていっちゃってロスカットを食らうみたいなことがあってですね、あんまりいい目を見てなかったんですよ。まあ通常はブレイクアウトは有効ですんで、たまにうまくいかなくなることがありますけどね、だいたい7対3から8対2の確率でうまくいきますので、2つ目の方法、ブレイクアウトを、まあ、覚えておいてくださいということですね。じゃあ次なんですけどもね、この2つでうまくいかなくなった場合、今回みたいなケースです、どうしましょうかってことですよね。まあもちろんレンジ戦略はうまくいってるんですけど、ブレイクアウトがね2回もロスカット食らっちゃいましたからね。ここで1回目のロスカット食らって、ここで2回目のロスカット食らっちゃいました。ちょっとさすがにね、これはブレイクアウトが通用しないなと思いまして、新しい戦略を立てました。それはブレイクアウトはブレイクアウトなんだけども、126円、ここを超えたらブレイクアウトにしようかなということで、レンジの幅をちょっと広げたんですよね。じゃあそれを踏まえて新しいレンジでお話を進めていきます。一旦ちょっと消しますよ。で、レンジの幅が途中でね、これは違うかなと思ったらさすがに変えていこうっていう話なんですよ。さあ次のレンジの幅なんですけども、まずはね126円の035、ここにちょっと線を引きますね。もちろんはみ出してるところあるんですけどもね、ここまで入れちゃうとさすがに今度ブレイクアウトが使いにくくなっちゃうんで、前回のレンジ幅、上底が125円の755あたりだったかなと思いますんで、今度ちょっとね、上の幅を広げていくってことですね。で、今度下の幅ですけども、下の幅は、まあ、同じでよろしいかと思います。まずここ、ね、実体が重なってるところですよね。で、あとはね、警戒しなければならないのが、ヒゲ先がここまで来てるんですけども、足してないところ。ということで、この黄色。ここはまあ、使いできるんじゃないかなと思うんですよ。ということで、このようになっていきますね。上の上底はね、まあ実体をちょっと取っていきましょうか。こういうふうにね。はい、これで新しいレンジができます。一つ目のゾーンなんですけども、126円の035あたりですね。こちらを上底として、仮定は変わらずですよね。120円の920。この二つのレンジで、
新しいレンジオプション&ブレイクアウト戦略を練っていきます。これでですね、4月15日ちょっと様子を見ていくって感じです。でもう金曜日なんで様子を見るっつってもね、このまま来週になっちゃうかもしれません。ということで今日はちょっとエントリーをせずにですね、今週はあんまり振るわずだったんですけども、まあ11、12は結構ね、いけましたけどもね、13、14、15と、ちょっとまあね、これはもう見るのも相場でいきましょう。手出しができない時もありますんでね。はい。で、一つ、このレンジオプションのレンジの幅を変えた時に言えるのが、まあお話したように、ここに来た時にセル。ここに来た時にバイという形になりますけども、今度はね、真ん中あたりでもね、ここまで開いていくと、セルバイが効くんですよ。ちょっと難しいですから、できる人だけでいいんですけども、真ん中であたりに来た時っていうのは、下の方に動き出したらね、そのまま、家庭に到達するまで、セルでついていけばいいんですよね。で、同じ考え方で上の方に行った時は倍の方でついていくということで、ちょっとだけどね、利幅が取れるんですよ。ただリスクの割にはあまり儲からないんで、おすすめしません。できる方だけやってみてください。でもまあやんない方がいいと思いますよ。なんかね、戦術によってはそれをやろうなんていうふうなことがあるんですけども、そこまでできるようになるにはもうちょっとスキルアップがいいのかなと。そこまで追い求めなくても、速稼塾のレンジ戦略、上に来たらセル、こうですよ、上に来たらセルで、下に来たら倍で十分往復ビンタは通用しますんでね。でそれからもうレンジを抜けたらブレイクアウト、これでいいでしょうもう、ということですよ。今日はそんなところで講義終わっていこうかと思います。はい、では来週またね、きちんとエントリーして稼いでいけるように、今週のレンジ、これをしっかりと見ていきましょう。ありがとうございました。